釣れましたあの後。ああ、また会いましたね、はい、いや、あの後釣れなかったです。あ、一旦はいはいはい。今日はここ何しに来たんですか。今日はここに何しに来たんですか。餌、餌取り。あ、一緒ですね。もう僕も今通ってます。はい。はい。あ、ヘチ、今日ヘチですか。どうでした。あ、そうなんですね。あ、渋いっすよね。カニはね、いるんすけども、岩めくらないとなかなか出てこないです。あの、ミジとか意外というか、あれとフジツボがめっちゃ取れますね。ここはゴミみたいに取れますね。フジツボですか。そうですね、まあ、あともうちょっとしたらフジツボ釣れるようになると思うんですけど、まだちょっと早いかなと思うんですよ。ただまあ冷凍しといたら保存できるんで、ちょっとまとめて取っとこうかな。ちっちゃいんだよね。そうですね。まあ、あとミジが結構ついてるんで、これを。これはこっちの方のいいところにでかいのがついてたんだけど、なんかミジが辛くなってたんだよね。あ、そうですかね。向こう、なんか。はいはいはい。あと石の隙間とかに結構でかい貝ついてますね、カラス貝。まあ、時期的なもんだと思うんですけどね。ちょうど今小さいのが増えてくるあれだから。はい。カニこの辺で取れます？カニ取れます？ああ、石ひっくり返してるんですね。石ひっくり返したらいますけどね。平地釣りですか前打ちですか？平地釣りですか前打ちですか？場所によって変わる。あ。ちょっと今微妙ですかね。でも借りても食うようになってきた。あ、食うようになってきました。あの、当たりの部分。はいはいはい。今までは借りてもコツコツなんて当たりのがなかったけど、あ、今回は当たりになって、やっぱり一冊がされたのが3回目。はいはいはい。で、バラしたのが2回。はいはい。食いやすいんですよね。ああ、あと小さいのが多いですかね。なんか20センチとか30センチぐらいの。まだ35センチ以下ってのは来たことない。あ、そうなんですね。この船は1つ見えてもらうんだろう。43センチぐらい。あ、ヘチですか、キビレは。ヘチで。なんかたまにちょっと投げて、そこのブレイクというか、あの駆け上がりのところでキビレ釣ってるおじいさんいますけどね。ああ。はい。ああ。いやー、今年もあと1ヶ月ぐらいしたらまたハイシーズンというか、いっぱい釣れるようになると思うんで。ああ。そうですよね。自分も1月2月釣れて、3月ぐらいまでが一番釣れたような気がしますね。ああ、ここでですか。はいはいはい。はい。あそこですか。あ、自分も富士坪であそこでよくやりますね。だから今日ちょっとあの夕間詰めの超やがった時に時間あったらやろうかなと思ってるんですけどね。あ、そう、そこだ、あっち、あっち。あ、取れます。それは小さいやつ取れるんで。なんで明日使うんで、ちょっとまとめて取っとこうかな。はいはいはい。落とすと、はい、子供とかかかって、あそこなんか底がちょっと えぐれてますよね。だからはいはい、あん中に入ってる。
でもあの中に多分結構黒田入ってますよね。あそこも夏結構釣れますね。ちょっとやっぱ雨の影響が、魚が釣れてる。ああ人多いから。はい、ああもう釣られちゃってるから。昔はもっと釣れたって聞きましたけどね。だからこの頃はまだ誰もやってなかった。ああ。だからね、まああのコロナで釣りブームで人増えちゃいましたからね。ここはまだお尻で釣ったの。ないで。ここあれあのどこでもお尻で釣ったの。はあ。だから。はい。ああ。ここ3年。ああ。ははは。確かに3年ぐらい前、ぐるり公園に人が増える前は結構ぐるりも釣れたんですよね。開いた時で、あそこもでも人増えちゃってサビキとかもういっぱいいろんなぶっ込みとかいるからもう今釣れそんな釣れないじゃないですか。はいはい、あそこも前全然いなかったですよね。いても1人か2人ぐらいしかいなかったのに、今夏とか行ったら10人ぐらいいますもんね。まあさすがにあんだけ1日中いたらもっと人少ないところでやった方が釣れる。はい、何を、はいはいはい、平日だけいいですね。僕も今年は仕事前に朝だけちょっとやろうかなと思ってます。まあもうちょっとしたらですかね。今だ日中そんなに釣れない。釣れます？今もはいはいはい。まあでももう今はゴールデンウィークだから今日とかでも人多いですよ。はいはいはい。釣れるタイミング短いですよね、超高い時だけ。はい、あ、すいません。